いきなりですが、太陽マークが印象的なサンフラワーというフェリーはご存知でしょうか。日本国内で全4航路を運航するサンフラワー、東が首都圏から北海道を結び、西は関西、九州を行き来しています。通常、関西、九州間の航路では各地を夕方から早朝にかけて移動していますが、昼の瀬戸内海の美しい景色を楽しみたいという強いご要望に応えて、年に4回だけ昼の瀬戸内海カジュアルクルーズというイベントが開催されていました。例年たくさんのお客様にご来場いただき、大人気のイベントでしたが、コロナ禍の影響を受けて運行は中止に。そしてついに長い自粛期間を経て3年ぶりに開催された昼の瀬戸内海カジュアルクルーズの様子をご紹介いたします。久々の運航となったのは、神戸、大分を結ぶサンフラワーパール。瀬戸内海の美しい島々の景色と様々な船内イベントを楽しめる約13時間のカジュアルクルーズです。神戸港に停泊するサンフラワーパールに乗船。クラシック演奏でお客様をお出迎えします。船内は7階建て、最大716人ものお客さんが乗船可能です。ドラの音が出航を告げています。昼便の出航時は特別にセレモニーが開催され、テープ投げが行われます。この際に私が1、2って言うので、サンフラワーで投げてください。昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ、3年ぶりの出航です。職員さんも嬉しそうです。お昼は豪華なお弁当が用意されています。美味しそうですね。出航1時間ほどで一つ目の見どころの明石海峡大橋が見えてきます。明石海峡大橋は神戸市と淡路市を結ぶ吊り橋で、昨年2022年3月にトルコの橋に抜かれるまでは世界最長の記録を誇っていました。絶景三大架橋を下から眺められるのは貴重な体験ですね。大橋を見た後はコーヒーの振る舞いで一息。今日は国際品評会カップオブエクセレンス入賞のメキシコのコーヒーをご用意しています。柑橘の甘さと、はい、余韻のちょっと香ばしさを伴ったコーヒーです。ありがとうございます。香りのいいコーヒーがゆったりとした時間を作ります。毎年大反響の船上コンサートも行われます。素敵な演奏で迎えてくれたこのお二人も大分県出身のクラシック奏者です。ちょうど中間地点に差し掛かりました。次に見えてくるのは瀬戸大橋。瀬戸大橋は岡山県と香川県を結ぶ6本の橋の総称になります。本日、皆さんに、これから通過する島のお話をさせていただきたいと思います。日本は6852の島々でできている。だから島国なんですね。国内随一の多島美を誇る、本当島々がいっぱいあるというのがこの瀬戸内なんです。船旅アンバサダーが航路付近にある島々について説明をしてくれます。ここはですね、この牛島なんですけれども、小さな島でなんと今人口全。実際に島を見ながらガイドもしてくれます。島の人たちが江ノ浦から今日のフェリーサンフラワーを見ているぞと朝連絡があったんですけど、見てくれてますかね。運が良ければ島の人がこちらへ手を振ってくれるかも。一方、船内では別府市と湯布院温泉の観光協会の方がブースを出展し、現地の観光案内をしており、大分県の特産品ザボンサイダーと別府温泉の入浴剤を無料で配布していました。夕飯は豪華バイキングを楽しめます。大分県産のマグロや大分和牛のローストビーフなど、地元産のグルメを存分に堪能できます。クルーズも終盤に差し掛かってきました。
最後に通過するのは来島海峡大橋。海の難所といわれる来島海峡に架かる3つの吊り橋の総称で、瀬戸内しまなみ海道の愛称で親しまれています。普段は深夜に通過するため、黄昏時の来島海峡大橋の姿は貴重です。船から見る夕日も綺麗ですね。ここからですね、皆様お待ちかねの抽選会の方に入っていきたいと思います。最後のイベント、ハズレなしのお楽しみ抽選会が始まります。一等賞はなんと、新造船、紅、紫のスイート客室の乗船券。73番新造船のスイート客室に乗れるなんて羨ましいですね。ついに目的地大分港に到着です。昼のクルーズでしか見れない景色がたくさんありました。本年以降も継続して運航を計画していますので、夜とは違った明るい表情を見せる昼の瀬戸内海をぜひ一度満喫してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。